あの米山隆一さんからの宣戦布告、文書通信交通滞在費の領収書公開ははっきり言って不利な戦いです。それでも我々は自主公開に踏み切って米山さんと正面から戦っていきます。チャッチャララランチャランチャン、チャッチャララランチャランチャン。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は12月22日にこちら収録しております。寒いっすね。ちょっと家の近くに帰る前に収録してるんで、ちょっと早めに切り上げようと思うんですけども、今日は今国会でずっと話題になってきた文書通信交通滞在費、いわゆる文通費のお話をさせていただきます。まあ、昨日で残念ながら臨時国会は閉会いたしまして、与野党協議はととのわずということで、文通費の改革は、棚上げとか先送りに、なりました。まあ、自民党、公明党、政府与党は領収書公開をやっぱりやりたくないと、まあ、いうことで日割り、まあ、一日刻みの日割りだけ先に先行させようということを言ってたんですけども、まあ、我々日本維新の会も国民民主党もそして立憲民主党もいやいや日割りだけ先行してね、この改正したってそれやったふりでしょうと。この文通費の最も問題のポイントは使途が不明なこと、領収書が公開されないで100万円取っ払いでもらえて飲み食いに使おうが自分の借金返済に使おうが子供の塾代に使おうがわからないというところにあるんだから、領収書公開ちゃんとやりましょうよということの提案を議員立法で私たちも野党側も出して、与党と自民公明と折り合わず今国会は、残念ながら終了してしまったわけですね。でもこれじゃあもうね、来年も当然我々やっていきますし、自分たち領収書公開しろと迫って議員立法まで出したわけですから、私たち日本維新の会はそして国民民主党さんも自主公開、領収書100万円分の月々100万円分の領収書は自主公開を行うと、まあ、維新はね先月今月までもこれまでもずっとやってきたんですけども、まあ、一部ですねいろんなご指摘をいただきまして不明瞭なところ分かりづらいところがありましたんで、来月からはさらにクリアな形でこの文通費100万円の領収書公開、使途公開というのをさせていただきますし、まあ、同じく議員立法を提出した国民民主党さんもやると言っています。ところがですね、第一野党、野党第一党の立憲民主党さんだけはですね、この領収書公開をしないと、自主的にはやらないと、なんか昨日会合をやったんですが、慎重な意見が相次いだということで、まとまんなかったということで、来月から維新と国民民主党はやりますけど、立憲民主さんは議員立法で自分たちで領収書公開するべきだと主張し、自民党にも迫っておきながら、自分たちはやらないということを決めたわけですね。で、これで私は、まあ、がっかりしましたし、これ有言不実行だなと。これで実はどこがこの文通費改革をやりたくなかったのか、自民党公明党と陰で手を結んで改革を潰したのは一体誰だったのかというのが非常に分かりやすかったんじゃないですかということをツイッターでつぶやかせていただいたところ、米山隆一さん、新潟選出のね、私の、天敵者がライバルというかですね、まあ、私はそんな嫌いじゃないんですけども、米山隆一さんがですね、こういうツイートを私に メンションを、引用リツイートで、米山隆一さんからこういうメッセージが来ました。これツイートです。私は立法されれば公開しますが、立法されなければ公開しません。法治国家として当然だと思います。維新の方々が自主的に公開するのはご自由なので、ご希望に応じて、鵜の目鷹の目で領収書を調べ上げて、面白いものがあれば指摘させていただこうと思います。楽しみにしております。ということで、いやまあね、米山さんの性格がにじみ出てるツイートなんですけどね、これ確かに前段正論ですよ。立法されなければ別にやる義務もないですし、あくまで私たち維新の会がやるのも自主公開ですよ。だから法律が成立するまでは別に先行してやりませんっていうのは、それはまあ一つの考え方だと思います。ただね、私たちはそれでは物事は動かないと、まさに自民党の理屈なわけですよ。やる気がないと、自主的にも公開しないと、まあ、立法されればやるけども話がまとまらなかったら立法されないわけですから、で逃げ切ろうとしてる。これ100万円が取っ払いで払われて、非課税で払われて、使い道が公開されない、おかしいじゃないかと多くの国民が思ってる中で、まあ、これを逃げようとしている自民党と全く同じことをして逃げ切ろうとしている立憲民主党、そして、まあ、米山さんは無所属ですけども、まあ、立憲民主党さんと一緒に活動していて、まあ、立法されなければ公開しませんと。で、それであなた方が自主的に公開するなら、まあ、それご自由ですけども、せっかくですから公開された領収書は鵜の目鷹の目、つまり詳細に調べ上げて、まあ、面白いものがあれば指摘させていただこう、つまり批判をしようというふうに手ぐすねをこうね、もう手ぐすねを引いて、もう待ち構えているわけですよ。まあ、これがね、まさに一時が万事、まさにこういうことがあるからですね、これ米山さんだけに限らず、マスコミもそうですよね。こういうね、待ち構えて細部まで突っ込もう、批判をしてやろうと思っている人がたくさんいるからですね、政治家は自主公開なんていうことはやらないわけですよね。いや、自分だけリスク取ったってしょうがないでしょってことでひよっちゃうわけですよ。でも私たちはそれじゃ良くないと。そういう日和見的な態度では、自民党を突き動かすことはできないし、政治も変えることはできないんで、それでもなお自主公開に踏み切りますよ。まあ、これは本当に不利な戦いですよね。相手は公開してないわけ
けですから、何に使ってるか全く分からないそんな人からですね、一方的に打たれるわけですよ。いやーこんなのね、アイス買っておかしいじゃないかとか、なんかそういうことをね、こんなこの政治活動で認められるのかとか、人件費おかしいじゃないかとか、一方的に殴られ続ける立場、領収書公開してね、さらけ出して、こっちは防戦一方になる、向こうは一方で公開はしない、ただただ批判し放題、一方的に攻め立てるだけという圧倒的な情報の非対称性の下でですね、戦いを挑まればならないわけですけども、まあこれはね、あえてやっぱ私は立ち向かうべきだと思いますよ。米山隆一さんの言うことは正論ですけども、そこを乗り越えて領収書公開をして全部さらけ出して批判も浴びて、多分最初は完璧にいかないと思いますよ。全部公開したらこれおかしいんじゃないかとか訂正しますとか正直出てくると思います。でもそこを乗り越えてできる限り、私も完璧な人間ではないですけども、できる限り国民の目にオープンにこの税金でもらった文通費100万円の使い道をオープンにして、そして徐々に改善していってあるべき姿に戻していく、このトライをねせずして、自主公開をせずして、私は自民党を動かすこともこの日本の政治を変えることもできないと思います。文句だけ言って自民党はおかしいと、なんか隠蔽だとかやってないとか言うんだったらね、自主公開、こんなことの自主公開ぐらいやっぱね野党はやんなきゃいかんと思いますよ。米山隆一さんの言うことは、それはまあ法理論としては正論かもしれませんけども、まあ、私はやっぱりそれはまあ性格が悪いなというか、まあなんちゅうですかね、嫌味なやり方というかね、陰険なやり方だと思いますし、それではね、この社会は変わらない、政治は変わらないということは申し上げさせていただきたいと思います。で、まあ冒頭申し上げたように、これは米山隆一さんだけの問題ではなくて、いろんなマスコミがね、特に反維新のマスコミとかが鵜の目鷹の目で我ら公開者領主と見てですね、これおかしいんじゃないかとか不適正じゃないかということを批判をしてくると思います。でもそこに立ち向かって、そしてそこの戦いに勝利をすれば、勝利に何が勝利か分かんないんですけど、そこを乗り越えて文通費改革、政治改革を行っていく、そして実行力を持って国民の信頼に応えられる政策を実現していく、これがね、私たちのミッションだと思いますので、しっかりと戦っていきたいと参りますので、ぜひ皆様ご指導ご鞭撻と応援、そしてチャンネル登録やいいねコメントでの応援もよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきます。寒いですね、帰って寝ます。それではまた次回、さよなら、ポチッ。